甘みがじわっと出てくる感じですね。今回は究極の焼き芋と題して、さまざまな焼き芋のレシピを吟味してですね、まず4種類選んだ上でですね、それを実際にオーブンで焼いて、それを食べて一番の焼き芋を見つけるという内容です。今日使うさつまいもなんですけれども、こちら紅あずまです。関東では代表的なさつまいもと言われていて、まあ、本当おなじみのさつまいもです。テストするにあたっては一番ふさわしい品種ではないかなということで選びました。焼く温度ですけれども、まず、150度と、200度、この2種類で焼いていきます。焼き方なんですけれども、むき出しで焼くというやり方と、アルミホイルで、くるんで焼くというやり方があります。ですので、今回は2種類の温度に、むき出しとホイルでくるむという2種類のやり方ですから、合計4種類を試していきたいと思います。さつまいもですね、焼く上で大切なポイントを、まあ、焼いてる間にお話したいと思います。さつまいもですね、に含まれているでんぷん、これが糖に変わることによって甘みが増します。でんぷんを糖に変える酵素、でんぷんの分解酵素ですね、これは65度から80度の間で働く酵素です。ですので、このように時間をかけて、焼くというのは、その酵素が働く温度帯、美味しい温度帯があるんですが、この65度から80度の温度帯の中でなるべく時間を長く、とどめるというのが大事なんですね。そのためにあえて低い温度でゆっくり時間をかけて焼いています。電子レンジで、温めてしまいますと早くできるんですけれども、今お話した美味しい温度帯、65度から80度の温度帯を一気に通過してしまうものですから、甘みが出ないというわけなんですね。それとですね、次はですね、このむき出しのさつまいもと、これはホイルにくるんでおりますけれどもね、この2種類を、焼いてるのはですね、むき出しですとね、水分が蒸発するので、その分甘みが強く感じられるというのがあるようです。それに対してですね、こちらの方は、まあ、水分が蒸発しません。ですのでしっとりした食感に仕上がるというのがあるようなんですけれどもね、まあ、実際ちょっと同じ条件で焼いてみて、どのように違うのか、どっちの方が美味しいのか見極めることができるんではないかなと。串がスルッと取ったので、まずむき出しの方は大丈夫そうです。ちょっとアルミホイルの方はもうちょっと時間かかりそうですね。
オーブンが温まりましたので、それでは2本入れていきますね。はい、よし。150度で焼いたさつまいも、だいぶ温度が下がってきたので早速ちょっと試食をしたいと思います。すごく綺麗な黄色い色が出てますね。これが紅あずまの特徴なんですね、この鮮やかな黄色い色。こちらの方はホイルでくるんだ方ですね。ホイルを開けるとなんか蒸気がじわっと出てきて、なんかしっとりしてる感じがしますね。ちょっと割ってみましょうか。割ってみてですね、確かに違いますね、見た感じね。まず最初はですね、こちらですね、くるんで焼いた方、いってみます。ちょっとねっとりした感じの中から甘みがじわっと出てくる感じですね。なんかすごく懐かしい感じの美味しい焼き芋になってます。ホクホクしていて、それでいてちょっとこうねっとり感もあって、のしっとりした感じが出てますね。やっぱり甘みが、深い甘みが感じられました。はい、次はですね、こちら、むき出しで焼いた方ですね、いってみます。もうこちらはホイルでくるんでいてホクホクした感じだったんですけど、こちらはホイルにくるんでいないにもかかわらず割としっとりしてます。どういうわけか、むしろそのホイルでくるんでいるのよりもこっちの方がしっとりしてますね。なんでだろう。ズバリ言わせてもらいますと、ホイルでくるんだ方が甘みが強い気がします。こちらのそのむき出しの方はどちらかというと甘みがちょっと控えめですね。こっちの方がやっぱ甘いですね、ホイルにくるんだ方が。はい、はい、じゃあむき出しの方200度で温めた方ですね、こちらは OK です。ホイルにくるんだ方どうでしょうね。あ、まだ全然ダメですね。じゃあもうちょっとやります。焼き始めてから1時間5分経過しましたけど、どうでしょう。はい、どうやら焼けたようです。はい、まず、こちらはですね、200度でむき出しで焼いた方ですね。はい、なんかしっとりした感じ、同じく先ほどもそうでしたけどね、なんかしっとりした感じが出てますね。はい、不思議です。そしてこちらのホイルにくるんで焼いた方ですね。おや、やっぱりさっきと同じ結果になってますね。なんかしっとり感はこちらのむき出しの方が
上ですね。不思議です。今度はですね、この、むき出しで焼いた方ですね、いってみます。まあ、むき出しで焼いた方がなぜかしっとり感が、先ほどの150度の時もそうだったんですけどね、しっとり感がなぜかありますね。しっとり感がすごくいい感じです。甘みは確かにあることはあるんですけれども、ちょっと控えめかな。そしてこちら、ホイルにくるんで焼いた方、まだちょっと熱いですねこれ。割としっとりしてます。で、甘みに関して言わせてもらうと、この200度で焼いた方はホイルでくるんだ方もむき出しもあまり変わらない気がします。あまり変わらないです。はい。すべての試食が終わりました。それではいよいよ結果の発表です。今回究極の焼き芋に選ばれたのはホイルにくるんで150度で焼いたこちらの焼き芋に決定です。ということで究極の焼き芋、当初ですね、考えていたこととは全然違う結果になってしまって、この中で分かったこととして、まずアルミホイルは巻いた方がいい、はい、そして温度は、もしアルミホイルを巻くのであれば150度がいいですね。そしてですね、アルミホイルを巻かない場合、この場合はなぜかしっとりする。これもアルミホイル巻いた方がしっとりするかと思ってたんですけれどもね、その逆ですね。これはこれで結構魅力あります。舌触りがねとてもいい感じなんです。200度の方ですね、こちら200度の方もそのむき出しで焼いた150度も甘みは大して変わりませんでした。となるとですね、ホイルを巻かないで焼くのであれば200度の方がいいかもしれませんね。時間も短くできますし、電気代の節約にもなります。ちょっと甘みはホイルに巻いて150度で焼いた方には劣りますけれども、ほんのりした甘みとそのしっとりした食感、このしっとりした食感は残念ながら150度でホイルに巻いた方にはなかったんですね。むしろホクホクしてました。ですから、どちらもこの捨てがたい魅力があります。ということでですね、思っていたこととはだいぶ違う結果は出ましたけれどもね、新しいことが、分かって、これはこれで良かったのかなと思います。はい、ということでですね、またこれからもですね、ちょっと思っていたこととは違う結果が出るかもしれないいろいろなこと、野菜に関してですね、あると思いますので、また追求していきたいと思っています。何かですね、野菜のことでちょっとこういうの試してみたいとか、疑問があったりとかモヤモヤがあったりとかしましたら、ぜひノープロの方まで、コメントをお寄せください。できるだけですね、あなたのモヤモヤを晴らして差し上げたいと思います。はい、ということでまた今度も見に来てください。じゃあまた。